本日は外国人ワイルドメイク。自分とは真反対なワイルド系の男の人、海外の男の人のワイルド系なメイクをしようと思います。YouTuber のマリリンさん、ヤッピくんのコラボの動画見てて、ヤッピくんがワイルドな海外の俳優メイクをしてるのを見て、やりたくなって、めちゃくちゃなんか自分もやってみたいななったから、自分もちょっと挑戦してみたいと思います。さっきメイク落としてさ、もう寝ようと思ったんだけどさ、ちょっとさ YouTube 見たらさ、自分もちょっとやりたくなっちゃってさ、なのでちょっとやっていこうか。鼻声でちょっと聞こえにくいかもしれないけど頑張ります。それでは最後までご視聴くださいませ。下地がこちら、ファンデーションこちらします。ちょっと暗め、これも一緒に混ぜて使います。マジでさ、もうさ寝ようとしてたんだよ今、さっき。でもさ、なんかメイク動画見せたらさ、もうめちゃくちゃさ楽しそうでさ、やりたくなってさ、急遽撮ることにした。うずうずして、昔ね、2年前ぐらいかなに1回なんか海外風メイクしたことあるんだよね。でもちょっとなんかこう、あの時とは違う感じでやりたいなと思って、ファンデーション塗ります。白いかな。でも暗いファンデーション持ってなくてさ。はい、ファンデーション塗った。次パウダー。結構自分変身願望があるからさ、コスプレとかもめっちゃ好きなんだよね。ちょっといろんななんか人になりたい。サナエクセルクリアルーセントパウダー NCP3 シアベージュ、これを塗ります。これ塗ったらちょっとまた肌の色も変わるかな。ランコムとフィットミーファンデーションの組み合わせめっちゃいいかも。そしたらなんかさ暗くない？次シェーディングをします。シェーディングはセザンヌミックスカラーチーク20番。これで自分丸顔だから、ちょっと骨格をもっとこう男らしい感じにカクカクさせたい。やっぱめちゃくちゃさ外国人の顔とか憧れない？よく自分海外ドラマとか見るんだけど、やっぱみんな顔綺麗だなって思う。目の色も綺麗だしさ、ちょっと角張った感じ、ゴツゴツした輪郭にしたい。おお、いい感じじゃん。こうね、シャープな感じ。次眉毛もね、凛々しい感じにしたくて、セザンヌノーズ&アイブロウパウダーナチュラル02番。これでキリッとした眉毛を描きます。はい、凛々しい。次アイブノーズシャドウ、さっき眉毛で使ったやつと同じ。細身にとんがった高い鼻を描きます。すごい、すごくない？待って、すごい。ごつ、なんか色気のある感じにしたいんだけど、セクシー、ビューティーみたいな。すごくない？モアイ像？次目をなんかまつげがバンってイメージだから、ちょっとビューラーでこの まつげをバッと、マスカラデジャビュー。ちょっと目頭切開やってみましょう。すごい結構変わってるよな。ちょっと黒いな。このリップレブロンキスクッションリップみたいなやつ。これだったらハイライトを入れてみましょう。ハイライト、この新しいやつ、クリオプリズムエアーハイライター01番。ゴールドシャーみたいなやつ。鼻のさ、なんか女っぽくね。ひげつけてみる、やっぱり。ひげ大切。ダンディーっぽくしたいからね、ひげ。ノーズシャドウで結構人変わるな。うわっ、すごいすごい。ひげ描いてきます。どうしようかね。前描けないやつで描いたらいいかな。いきます。ちょっとなんかもう少し細いやつ、これでいきます。これどこのやつかちょっとわかんない。顎もいきます。なんかここにひげを付け足すとさ、輪郭が丸く見えるんだよね。わかる？ほら、やらんければよかった。ひげってここが効果あるんだな。こんなひげ足す。前もこんな感じだったっけ。黒、かなり黒い。髪の毛セットしてきます。皆さん大きな拍手を。なんとロイ・グレイルさん、そしてヴァンパイアロキソニンのキャストの皆さんです。今回私はこの映画に携わって素晴らしい経験をしたと思います。実際いろんなキャストの皆さんとも協力し合って、この中で一番大変だった思いをしてたと思う人たちも、たくさんいる中でこの映画を最後まで撮り続けることができたという、この、大変素晴らしく思っております。襟足ない方がいい。なんかこっちの方がちょっとさ、なんか薄汚い感じです。なんかやさぐれてる感じでいいね。この時期になって本当に皆さんの大変な思いもしてきたと思いますが、実際問題続けられるかという思いもありましたが、最後までやり上げられた、そして素晴らしい作品が撮れたんじゃないかという完成いたしました。ちょっとアイプチをつけたんだけど、なんかうまくいかん。どうでしょうか。できてる？外国人風になってるかな。もう少しこう感じると。まだ自分がなんか残ってる気がする。おもろいおもろいおもろい。めっちゃ楽しい。超優雅キャラ。本当にありがとうございます。ぜひこの動画が良かったら、グッドブルーのチャンネル登録。よろしくお願いします。それでは、それの動画をおやすみ。グッバイ。